ビデオを作ってきたんですよ。それでそこに結構たくさん出てますから、ちょっとビデオの方で一回見ていただいて、その後ちょっと説明を加えるっていう形にしたいと思います。はい、わかりました。それではこちらの画面で映像をご覧ください。お願いします。
近出てるのがフレーム数ですね。今スローでゆっくりと練習できるようになってます。いろんな課題が出て楽しみながら上達していけると思うんですよ。課題が出て解いていく、初心者の方から上級者の方も歯応えのあるものが用意されています。デビューしてほしいんですね。いやー、これはもう皆さん笑顔になっちゃって。これをどううまく使って。もう一つがですね、はい、AI システムって多分分かりにくいと思うんですけども、そうですね、さっき直接指導とかトレーナーモードとかってありましたけども、はい、基本的には自分で戦うことによって自分の癖を覚えさせていくとか、これが直接指導ですね。あとは関節っていうのは育成の段階でシステムの方でこうプラスとか丸×って聞いてくるんで、これやるかやらないかとか、こういう時こうするかしないかとか、それで答えていくだけでそういう風にキャラクターが育つんですよ。なるほど。ですからそのキャラクターをCPU 対戦させたり、サバイバルモードとかバーサスモードとかでそのキャラクターを戦わせてみたり、自分の育てたキャラクターと人が育てたキャラクターと戦わせてみたり、戦わせてみたり、眺めてるって感じです。すごいですね、これは画期的ですよね。ちょっと面白いんじゃないかと思います。はい、でもですね、実際にこうやって聞いてても分かるんですけども、見た方がやっぱり皆さんにはいいんじゃないでしょうか。ね、ゆうさん、そうですね、ちょっと遅れましたけど、先ほどの映像は全て PS2 から出てる映像で、アーケードのものを使ってません。本当ですか。でもなかなか信じてもらえないと思うんで、実況を今日持ってきたんで、開発用のセット裏に、はい、そこにセットしてあるんですけども、今日PS2 で、実機プレゼンをやってみたいと思います。はい、わかりました。やってくださるのは、うちの結構有名な片桐くんいます。はい、片桐くんお願いします。はい、お呼びいたしましょう。片桐さんです。どうぞ。はい、お疲れ様です。よろしくお願いいたします。
願いします。金木です。伝説の100連勝の男とバーチャルファイターね。そうですね。伝説の男、はい、伝説なんで今はちょっと足りますよ。今は違うんですか。わかりました。ではですね、こちらの方の方でゆうさん一緒に見ていきたいと思います、はい、お願いいたします。片桐、解説なんかを加えつつやってみてくれる。そうなんですね、はい、今実際まだ、これプレイステーションちゃんとコントローラー使ってやってるんですよ、はい、で今ですか。ほら、ちゃんとつながって、もう今確かめちゃおうかな。ほら、ちゃんとつながってますね。ちゃんとつながってます、ここに。でまだ開発中なんで、細かいところは今一生懸命、はい、スタッフの皆さんが作っているところなんですけども、そうですね、細かいニュアンスはまだ違うところはあるんですけども、もうやった感じ、まあ、まんまアーケードみたいな、そんな雰囲気ですね。で今実際ジャックとベネッサを今使って、動きみたいなものはほとんどアーケードと同じになるんですけども、そうですね、まだ開発中ですので、色とかですね、エフェクトみたいなものはまだ調整に入ってません。だから動きなんかは大体正確に表現できていると思います。こんな感じでできてるんですけども、ちょっと片桐に対戦したい人がいますから。あ、ゆうさんいいですか、はい、もう早速、はい、そうですね、じゃあベネッサ使える人が多分いいと思うんですけど、ベネッサ使える人、やりたい人いますか。やりたい人ということで、急遽ですね、実際にまだ本日途中のこのプレイステーションの通話を操作していただきます。じゃあ最初に手を挙げたそちらの、はい、ではステージの方にお越しください、はい、ちょっとね、まだ映像が流れてますけれども、はい、真ん中の方にお越しください、はい、お名前はチャンドラーです。チャンドラーさん、チャンドラーさんはどれくらいやってらっしゃいますか、はい、バーチャファイター4は。一応一級です。一級いいですね。はい、ちょっとこれは本当に皆さんにね、本当にPS2 だということを言ってほしいんですよ。そうです、ちょっとですね、見えないんだよ。ちょっとこれが今ガードボタンになってます。ちょっとゆうさん、はい、ガードボタンで、これがパンチキックになってます。で、十字キーで操作する、こういった感じです。一応通信からね、じゃあお願いします。ちゃんとさん、ちょっとやる前にちゃんとコントローラーが、はい、ゆうさん、ちゃんとコントローラーが、はい、ゆうさん、ちゃんとコントローラーが取りました、はいはい。カタルギの方がワンピーで、そうですね、ちょっと試合の前にね、はい、ちょっと待ってください。もし片桐に勝ったら賞品あげます。え、マジですか。何、賞品と思いました。ちょっと持ってきますね、私が、はい、ちょっと待ってください、はい、はい、じゃあゆうさん、こればあちゃん の2枚セットのポスターを勝ったら差し上げますね。ですね、負けても参加賞でサインが入っているカードと、これ結構ね、レアもんなんですけども、カードケースですね。カードケースですね、結構いい感じで。これ頑張ってください。じゃあはい、とりあえず、最初にこれ普通コールできないんで、ちょっと待ってください。すいません。さて、これですね、どうしましょう、片桐さん。そうですね、2回勝った方が勝ちということで、じゃあ2セットマッチで、今表示がちょっと3セットマッチになってますけど、2セットマッチで、はい、わかりました。この画面の映像が、そうですね、じゃあここからスタートしましょう。はい、スタート、はい、エンジンゴール行きましょう。勝っちゃった。まず私1本選手です。いい技してますね。なかなかマニアックな技してるよね。まあ、片桐に勝つのは容易なことじゃないと思うけど、まあ、すごい強いけど、なんか結構、ダメ、負けちゃいましたね。1勝1敗。チャンドラさん、頑張れ。いや、負けません。絶対負けません。じゃあ、片桐、本気で言ってください。いきますよ。本気で言ってください。これが本気かどうかわかんないですね。
ユウさんのお隣で真ん中の方にお越しいただきたいと思いますね。はい、ということで、どうでしたか、プレイステーション2版やられて。でも、いや、アーケード版と結構似てますよね。全然すごいですね。あ、よかったです。本当ですか。それではですね、負けてしまいましたので、ポスターは差し上げられないんですけれども、ユウさんの、はい、サイン入りしてくるの、VF カード取って、はい。片桐、どうもありがとう、はい、ありがとうございました。拍手をお願いいたします。さあ、ということで、いいですね、片桐さんの対戦なんてなかなかありえないですけどね。まあ、ゆうさん、ちょっと盛りだくさんで、もういいんですか、このゲームショーで開発途中のものをやっていただいちゃうなんて、はい、昨日のリハーサルまでは、開発バージョンでやるっていう予定がなかったんですよ。そうですよね。でも、やっぱり実際に動いてるところを体験していただいた方がよかろうということで、急遽変更して、こういう形になりましたけど、ね、ありがとうございます。ユウさんが言ってくださったおかげで、対戦できたということだったんですね。さあ、ということで、本当にまだまだこういろんな要素があるので、聞いていきたいところなんですけれども、はい、そろそろ時間の方も近づいてきてしまっているということで、はい、今日ですね、この私どもセガのカンファレンスが行われて、そこでユウさんが重大発表されたと聞いたんですが、その辺についてお話しいただけますか。そうですね、今日の発表はバーチャファイターの PS2 の内容と、もう一つマイクロソフトさんに AM2 件として正式に参入するということで、はい、まず CM2 を北米マイクロソフトエクスクルーシブ独占という形で供給することを決定しました。そうなんですか。はい、でそれとマイクロソフトの Xbox をベースにですね、セガ社として、業務用のマザーボードを作ることが決定しております。アーケード用 の、 ゲームの心臓部としてXBOX を使って、そのマザーボードをセガ社が開発するっていうことが決定しました。でそれに伴ってAM2件もまた何タイトルか業務用からスタートするということが決定しております。これは期待できますね。アウトラン2みたいな色々、はい、とこう情報を皆さんにたくさん、はい、ハラハラしてる人が一緒にいるかもしれない、これ以上言うなっていう感じが出てます、ね、大丈夫です、そういう人は来てないようですね、はいはいはい、それからですね、ちょっと私の方から簡単にご紹介させていただきたいんですが、実はユウさんが12月20日に本を出されるんです。アスペクト社の方から出されるということなんですが、はい、タイトルが鈴木優ゲームワークスボリューム1ということで、さまざまな内容、過去のね、ユウさんの業績、過去の80年代の5タイトルを GDP 論文としてついているんですよね、こんな内容 で、はい、ゲームが5個、はい、本の裏表しか表表しかまだ分からないので、そこにくっついてます。はい、できます、ね、ぜひですね、鈴木優ゲームワークスボリューム1は12月20日、スペクト社より発売となりましたので、よろしくお願いいたします。最近のことも書いてますので、もし興味がある方は、あと最後にですね、先ほどバンドが出ましたけども、AM2件のバンドで最近名前を付けまして GIG っていうバンドで、伴って AM2件がサウンドのレーベルを立ち上げます、はい、サウンドのレーベルの名前がクライベイビー、泣き虫赤ちゃんっていう、はい、クライベイビーというレーベルを立てて、これから活動していきたいと思います。ゲーム時間、これからもいろんなことをいろんなことをやって、いろんなここの良さをゲームの中に生かしていきたいと思います。よろしくお願いします、今後とも。はい、よろしくお願いいたします。今後ともご活躍を期待しております。はい、ご紹介いただきましたのは、バーチャファイター4ディレクター、鈴木優さんでした。ありがとうございました。どうも。実はありがとうございました。ということですので、期待していただきたいと思います。この
しんでいってください。そしてこの後はセガグローバルフェスティバル、もうセガの大ラインナップをどどんとご紹介していきたいと思います。ぜひ皆さんこの後もセガブースでごゆっくりとお過ごしください。ありがとうございました。一番の人目だという絶対完璧ですね、中さん。さあということでソニックチームの情報をいろいろとお届けしていきたいと思いますが、はい、まずは連れてきてくださいましたのはソニックとシャドウですね。そうですね。ということはやはり、はい、今年、ソニック10周年ということで、まあ、ソニックがですね、10周年目を、になって、ゲームボーイアドバンス、今ちょうど映像出てますけども、このゲームボーイアドバンスと、ゲームキューブの上をですね、マソニックが走ることになりました。でこのまずゲームボーイアドバンスなんですけども、本当に、一番最初10年前に出たソニックダイジョックっていうのがメガドライブで出たんですけども、この当時やはり 2D で、横に高速スクロールするっていう、ゲームがですね、非常にその当時画期的だったということで、で今回その10年目を、してですね、2D でのソニックをゲームボーイアドバンスで、作ってみました。完全に、ステージもキャラクターも全て、新規に書き起こしてますし、仕掛け等もですね、全て、完全に新しく作っていますので、ぜひですね、今まで 2D ソニック遊んだことがある人もまだ初めてな人もですね、一度 2D ソニック、まあ、ソニックの一番の神髄になる ところをですね、ぜひ楽しんでもらえればと思います。そして、まあ、今回2D としてはですね、初めて今ちょうどエミー出てますけども、このエミーがプレイアブルになるっていうのも非常に特徴的じゃないかなと思います。はい、はい、そしてちょうど今画面に出てると思うんですけど、4人でも、同時プレイが可能になっています。通信ケーブルを使うことによって、1カートリッジ4人プレイにも対応していますし、4つカートリッジがあればよりですね、いろんなステージが遊べるようにもなっていますので、ぜひ、両方楽しんでいただければと思います。そしてですね、さらに、ここに、映像でチャオが出てますけども、チャオアドバンスというものも中に内蔵しております。この辺はですね、後で、詳しく実況を使って説明したいと思いますので、ドリームキャストで出しましたソニックアドベンチャー2をですね、より新テーマバトルをプラスしてですね、ヒーローとダークの対決がますますヒートアップしています。おなじみのヒーローキャラクターソニック・テイルズ・ナックルズに加え、まあ、世界征服を目論むダークキャラクタードクター・エッグマン、シャドウ・ルージュがプレイヤーキャラクターとして登場する、まあ、世界を救うヒーローサイドストーリーとですね、世界征服を目指すダークサイドストーリー、そのダブルストーリーが楽しめる、ゲームとなっています。
新テーマ、バトルによってですね、リニューアルされた白熱のスーピー対戦なんですけども、このヒーローサイドとダークサイド正規のバトルがですね、まあ、さらに楽しく、さらに熱く、そして子供から大人まで楽しめるようにリニューアルをしました。前回はですね、ヒーローとダークの 2P しか遊べなかったんですけども、今回はですね、ヒーロー対ヒーローとか、ダーク対ダークという組み合わせも可能にしました。そしてキャラクターもですね、6キャラクターじゃなくてですね、12キャラクターから選べるようになっています。エミーとですね、ヒカル、チャオウォーカー、そしてメタルソニック、カオスゼロ、ダークウォーカーっていうキャラクターが使用できるようになっています。そして、この 2P のですね、中にオートハンドシステムというものが入っています。はい、このシステム自体はですね、上手い人とそうでない人でもですね、接戦になるようにする機能のシステムです。勝負の状況に応じてですね、まとめている方の必殺技がより強力になったり、少ないリング枚数で必殺技が出せるようになります。これはですね、どれくらい両者の間に差が開いているかによって、自動判別します。ナックルやテイルスの戦いでも同様の機能が働きますので、楽しんでください。そしてですね、このハンデを語るもう一つの要素が、対戦キャラの追加です。バトル用に追加されたキャラクターたちには、それぞれレギュラーキャラとは違った戦力を必要とする個性が付けられています。例えばエミーは足が遅いのですが、少ないリング数で必殺技を出せるので相手の邪魔をして競争するスタイル。メタルソニックは機動力が抜群に高く、レースが圧倒的に有利なのですが、必殺技を出せないというデメリットを持っているため、からのプレイをミスなくこなすというプレイスタイルが生まれてきます。まあ、このようにですね、いろんなプレイスタイルが異なるキャラを各ゲームごとに用意していることも、誰もが楽しめるためのハンデだと思っています。はい、またですね、対戦ステージはですね、各キャラごとに4つのレベル分けをしています。レベル1からレベル4まであるんですけども、本当に初めての人でも遊べるようになって、寝落ちにいてもお出かけ中でも、まあ、いつでもどこでもヒーローさを育てるという。あとプチガーデンで買った木の実もですね、チャオガーデンに取り出すことができますので、お留守番してた他のチャオたちにお土産を持ち帰れるというわけです。おー、いいですね。そしてですね、今回のこの連動の非常に特徴的なこととして入っています。はい、ですので、ここを使ってソニックアドバンスにですね、転送してですね、やるだけで、セーブすることができます。ですので、この場合は電源を切ってもですね、大丈夫になってます。ですからここにスリップがどうやら次は、はい、荘厳なテーマ曲が流れてまいりましたが、ここからはたくさんスタッフの参加したオンラインについてお話を聞いていきたいと思います。ですので、片っぽだけを使って遊ぶとですね、普通にあのコントローラーだけを指している場合でしたら、別に類似マンション でも新たな広がりということでですね、Xbox での開発を開始しましたことをお話してきました。まあ、Xbox の開発ということでですね、従来のナローバンドではなくブロードバンド対応ソフトとしてですね、まあ、開発ができるんじゃないかなということで、まあ、非常にまあそれは大きな魅力だと思いますし、携帯電話のゲームを入れると3つ出してるんですね。まあ、みんなでぷよぷよですと、まあ、ソニックアドバンス、ソニックアドベンチャー2バトル、PSO、PC 版、PSO、ゲームキューブ、そして、まあ、携帯電話。で、携帯電話のですね、今日、ちょうど月曜日から配信予定の、2人でぷよぷよという、まあ、携帯電話を1個使ってですね、2人同時プレイができるという、かなり画期的なことを、ちょっと月曜日から配信予定になっているものが今そこで展示してますので。
ですよ。ちょっと宮崎やらせてください。一番最後のところ